四年十月二十三日は、大日本帝国陸軍軍人。最終階級は、陸軍少将、陸軍士官学校、千葉県海上軍飯岡町出身。1913年5月、陸軍士官学校を卒業。学者肌の軍人であり、士官学校卒業後に、私費でドイツに留学。1930年横浜専門学校に、 配属将校として着任。九百三十九年三月、不評大佐に昇進した。九百四十年不評三十三連隊長に就任。九百四十四年九月、冷ーテに中防御体制を固める。同年十月二十日、アメリカ軍上陸開始。同年十月十九日から二十日、鈴木は早朝、十字架山頂上にて、 敵上視察の際に、艦砲弾の砲撃を受け前進26箇所に破片が、被弾して負傷した。同年10月22日、鈴木達之助、軍機笹具焼きの後、拳銃で自決。1944年10月23日夜、日本軍残込みが、パロの町を占領しかかる米軍に切り込み。同年10月28日、ドラッグ防御の鈴木達之助なき大隊が、 田上高原で玉砕した。ありがとうございます。